はい、C に来たよと。 C の世界です。綺麗だよね。ほら、あの隣の部屋のパズルがここから見えるんですよ。天気もいいし、太陽も出とるし、木も緑だ、風も涼しいんだろうな。パズルやんなくていいよね。 C です。ここを開けたくて5個光らせましょう。青と緑、あ、二股が来た。そうですね、こう来た光が45度の方向に二股に分かれくる。来ちゃった。二股が2つあります。それで全てかな。二股が、そうね、二股2つ、一直線が1個で光が緑。うわお、わおわおわお、どうした。ここはじゃあ緑やん。これは緑以外ないやん。緑で2箇所で青と、あ、青、あれ、青なんだこれ。バシンバシンバシンだ。あれ、じゃあ緑ここじゃないかもしれないんだ。こう来てこっちに緑飛ばしてもいいもんな。でもここの光のここのが発射してる意味ないよな、それ。二股に分けて一個緑下に分岐か。できる？あ、できるできるできる。こう来るんか。こう来るんです。で、ここに青を混ぜてあげて、あそこにも緑を入れてあげる。ええ。緑がこことここに必要なので、緑の分けるのはあっていいでしょ？これでいいでしょ？で、残り1パーツで青は当てられるけど、こことそこにも青必要だよな。青をあれに混ぜればいいのか。だから青をこっからあっちに投げると、ここは青だけどここは青と緑混ざった色で分岐する。結構チュートリアルから結構なことやりますよね、このゲームは。次、C の2です。何です？これ。現実にあってもいいね、こんなの。誰がここで休むんじゃっていう話よ。ここで休んでこれを見てる人がいるってこと？俺だよ。俺。パズルをやろう。6個。赤い光、あー、向こうの光がこっちまで伸びてます。これは黄色なんだな。緑とあと赤色をここに混ぜないといけないんだわ。あれ何、空調？あ、なんだ、なんかビカビカしてんのはテクスチャーのあれか。赤色を上に飛ばしてあげないといけなくて、飛ばす番がこんなにある。こんなにあっちゃったか。こんなにあっちゃったか。で、手持ちのブロックは分割分割分割、まっすぐまっすぐ。お、ちょっと待てよ。え、あ、これは違うよね。これは あっちから出るんだよね。あっちからこう来てて、ここまで来てるんだ。たまたまね。で、黄色やけ、あれ黄色ってなんだっけ、緑と赤か。黄色、赤、黄色、黄色。だから緑と赤を混ぜたやつを
めちゃくちゃ大量に這わせてあげたいんだけど、ここだけ赤色は欲しい。あ、ここもか。赤が欲しいのは2箇所ある。分岐があるとこうなって1個入るよね。で、赤がこう伸びてきて、ここでさらに、あー、どうなんだろう、一旦なんかどっちかに、こっからそっちに曲げると、あ、曲がんないな、入んないね。うまい感じで入れてあげたいよね。あー、これあれか、これバシッとはまるとこあんのかな。さっきこっから投げて入んなかったから、斜めからの入射は無理なんだよね。直線の位置で飛ばすと行くわけね。じゃあなんかそんな感じの配置っぽくないですか、これ。もう一個、うー、でもあれか、ここに飛ばさんといかんのか。こうこうこう、うーむなんだよ。これはまだ赤いんだよね。赤が来てて、緑はあそこにしかないのよ。あー、じゃあ緑をむしろ下に持ってくるか。これをここに置けば緑が下に来るから、黄色点灯したよね。で、赤、赤 OK、 赤 OK、あとここの赤だ。ここの赤、あれ光ってるよね。これいってんじゃん、いってんじゃん。赤、黄色、黄色、赤、黄色。いってる、いってる。いってね、いってね。あとどこ？あとどこ？あと、あれがダメだって。あ、黄色じゃねえもん。赤をあそこに持ってかないといけないわ。あ、そう。あ、そうそう。あ、そうそう。おお、ほんほん。ほんほん。赤をあそこに、残り1手でこれを避けられ、あ、これをこっちにすりゃいくのか。あ、いいね、いいね。あ、なんか1個残しだわ1個残しでクリアした。綺麗。いや、あっちのステージ、あそこに緑置かなかったらこれクリアできてないのかな。あの光がこうブワーってこっちまで来てるのすごいよな。そういうね、なんかステージをまたいでくるようなタイプのパズルがね、たまらなく好きでね。何ここ、ただ歩くだけの空間じゃん。そういうのがあるんだ、いいね。何の生物もいない。タバコ吸うようなやつおるんか。これゴミ箱か、タバコよりは。次ここでね、C の3、クリア条件は7つで、こことそことそこにあり、羽羽マスくんがこんだけあって、色は赤と青と、あ、全色あんね、赤青緑全部ある。ほんで、はは、単純むずいだなこれ。分岐分岐、いや、そう、でもブロック少ないね、4つしかない。分岐分岐分岐ワンウェイ、それしかなくて、これを完成させろ。緑、これ紫なので、赤と青、赤青緑、白、赤、青、白、青、緑。青と緑は今の配置だと初期で2個いってんのね。考えよう。緑は、まあ、これでいいよね。で、青もあそこ残したいんだったら、まあ、
こんな感じの置き方で残すことはできらーな。次よ、ここは使わねばならんだろう、ここも使わねばならんよな。ってことはこことここにこう置いて感じで、ちょっとごめん邪魔やね、ちょっと邪魔、ちょっと邪魔、ちょっと邪魔。ほんで緑と青がこう上に行くみたいな感じになったと。赤は、赤が死んでますよ今。赤が欲しい、でも白だからここはここで青も混ざったものが欲しいのよな。考える考えるよな考えるんだよな。白か青でしょ、赤がここに来ないといかんよな。難しくない？緑がそこ、初期の色変えるパターンかな。変えなくていいステージだったらこれ変え、セレクトできないようにしてほしいね。セレクトできるとめっちゃ迷ってしまうね。赤、赤、赤も分岐で、赤単体が欲しいとこでもないんだよな。こっから上は、こっから上は紫があればいいから、赤と紫をもう合体させてしまう。紫と緑っていう風にする。でここは白がいった。紫と緑でこれは白にしないといけないんだから、こんな贅沢に使っちゃダメだと思うんだよね。ああいいわいったわ色変えなしでした。色変えなしでこんな感じ。贅沢な使い方してたよね。でもまっすぐ行かせたいけど分岐させたい時にこの位置に配置するっていう贅沢、贅沢、3回贅沢しました。でもよかった。でこれは、このライトは次のステージにそのまま続いてんだよね。いいね、C の4、こう突破すると次 D です。なんとかこの動画内で7個頑張りましょう。 C の4、 C の4って書いてない、C の4って書いてない。 あった、これ、これ見づらいんだよな。これもうちょっと分かりやすいところに置かんとダメだよね。でまっすぐまっすぐ、曲がる曲がる曲がる。ほんでこっちから来たら上に跳ねて、ここが白と、青、これなんだ、これ青、あ違うな、この色どうやって作るの。あこれはもう来てる、あの色か。いや違うよな、あれ紫色、あーでも紫色使うとこあるか。紫色っていう変な色が来ちゃってるんだよな。これ新しく発せられてるのは青のみ、青と緑と、青と緑混ぜればこの色か。青と緑を混ぜるところと赤青をうまく下に反射させてくることとやらないといけない。赤青が来ていて、でここさらに白にせんといかんのな。ここにこう、ここにこう置くと、でもこれ緑なんですよね。ほんと青色も混ぜないといけない。ここに青色を混ぜた光を上から投げれば、かな、これに青混ぜたいですよね、どっかから。これはそうだよね、青混ざってればこれも白になるもんね。で青がこれ、青がこれ、青を、青はあっちから来てんだよね。青が、緑と青にしかならない。これはこれじゃない。どこから考えようかな、どっから考えようかな。
紫色を落としてきますわ。こう来るとこうなって、もう一個あそこでしょ。ここか。ここでも、もったいないよな。あと使える弾が2発なんですよね。分岐が2個。あー、じゃあもう一個ある。ここでこっちに来ちゃうと、青オンリーはここで欲しいのよ。青オンリーはこれはこれで欲しくて、こうするとそこが大きいになった。なってないか。いや、なってるか。なってるね。なんかピカピカってこう箱の中が点灯してれば OK なんだよね。だこれなってて、なってて、これは青が足りないくて、そうだな。分岐が1個、青として光が残り続けてるのはこのライン。これを使ってしまうと赤が混ざり込んでるので、あそこには使えない。白が欲しい。こらーこらーなもんですわ。ただ色を変える必要はないんだもんね。初期状態の色はそのままで、単純に配置だけの話なのよね。どうやって線を作ってあげようかな。どこを間違えてるかな。紫のルートはこれが最短でしょ多分。で、青のルートはここじゃなく、でもここにないと上に飛ばすはできないんだよね。あそこに青を飛ばしたければ、下からさらに青を上に持ってく。でもそれをするとどうなんだろう。どうなのだろうか。どうなのだろうか。できるのだろうか。青をここから上に投げる。でも手持ちがもうないんだよね。ここの分岐がこれでよくてとか。いやー、どうなんだろう。これ下から来るのかな。上から照らすんじゃなくて下から飛ばしてきて、赤と青はもう入ってるから、これ緑色含んでるから、緑青を下から投げれば同時に点灯がつくやんな。で、緑青はここで作ることができて、緑をうまく下に伸ばして、いや、ここが欲しいのは紫なんだよな。緑が来ちゃダメなのよと。こうなっちゃうのか。青ここのこのライン無駄ですよね。これこうやって飛ばさなくてもいいんだもん。これはここでいいよね。こうでもいい。と2個あって分岐が2個あって青でしょ。
紫が来ないとダメで、この道はこのまま残したくて、青が飛んできてて、赤がどっかで分岐してきて、青と赤があって、ここじゃここでもいいのか、ここでもいいのか、でも緑が今素通りしてるだけなので、緑を全然救えてなかったね。違った。下から行く、緑がこう来て緑を下に救った。ここでじゃあ緑だと紫が、紫を違う方法で救い出す。緑が下に来て代わりに赤色はその辺で下に、それだとここは光らんか。ほう、あの壁はこれでうまくいってる。で赤青を下ろしてきて、1234566、で白7、あと1個しかねえ。でもあと1個しかねえ。ここの白どうやる？降りてきて、赤青緑があるから、この2つを混ぜれば白にはなるんだけど、で、でこれはこの光をそのまま来ればいいでしょ。でこれはこっから来て合流して白になるんだ。緑と赤と青と3色混ざるからだ。やっぱシンプル考えが一番大事だね。このなんかめちゃくちゃこねくり回そうとすると深みにはまっちゃうんだけど、もうちょっと単純に考えるとそんな難しくないんだよね。一回なんか一個正しいところに置ければそっから先はなんか順々に、じゃあこうだよね、じゃあこうだよねってこうタタタタって置けるから、最初の一個につまずくとこのゲームめちゃくちゃこう時間がかかってしまうタイプですね。ということで、僕の結果はこんなんでした。綺麗だね。Cセーハ D です。押したよ、いしょ、押した、はい。じゃあ今回はここまでどうす。